はい、どうも皆さん、こんにちは、リケツクトで、連続収録なんでまあちょっとね、見覚えあるかもしれないですけど、まあ、今回はねこっちですね、清流祭じゃなかった、昇流祭、ごめんなさいもう自信を満々にしてきたイーシンロン君、これグッガッツポーズね。いやな、俺 GT ボスになければね、まあ、ちょっとみんな同じくらいの好きさくらいなんで、まあ、イーシンロン切ったとはなってないんですけど、いやなんかさ、このやっぱこの今までゴミカスみたいな演出からのこのみちゃんこかっこいい演出見せられたら、まあ欲しいってなりますよね。あと普通に強いと思うし、あれなんだよね、 GT ボスの必須枠すぎると思うんで、なおさら欲しいですね。でこいつはまあ無論欲しいんですけど、こいつもね持ってないんですよ。僕ちょっと見てもらえば分かると思うんですけど、過去の動画で狙いに行ったんですけど、まあ出なかったんで、まあ欲しいんだけど、ですよ、だけど、まあちょっと現状ついてきてない感もちょっと否めないんで、ちょっとグレーゾーンですね、うん。でこいつはもう持ってないけど欲しい、じゃあ欲しいんだけど、いやこいつもね、こいつもよ、現状ついていけないどころか完全にちょっとね置いてかれてる感あるんで、もうかっこいいだけのキャラになってるんで、どうですかね、グレーゾーンマジで。まあ、こいつは無凸なんで、まあ、欲しいっちゃ欲しいかな。 GT ボスでは割と強いしね、こいつはもう結構凸してるんで大丈夫ですね。こいつは二凸なんで大丈夫。こいつはね覚醒させないんだよね、ちょっと育成めんどくさくてさ、ちょっとそれで、まあ、ちょっと、まあ、いやこいつはね無凸なのよ。ボックス調べたらクソ出てんだろうなと思ったけど、意外と無凸なんで欲しいですかね。こいつ9枚出てましたもういらん、9枚出てるんで、もういらん。いや、こいつもね、虹なんでいらないかな、で、こんな感じですかね。うん。じゃあ、行こうかなと思います。いや、もうほんと怖いね。まあ、とりあえず、ジャークリューたちに、あれ、マイナスエネルギーを貯めてもらうために、こいつらにしてもらいました。まあ、一人ね、ジャークリューじゃないやついますけど。まあ、LR のなんか覚醒のイラストと似てるんでね、まあ、死者購入でいい進路かなと思います。じゃあ、30年行こうかなと思います。なんかね、SSR じゃないわ。LR がめちゃんこ出やすいらしいんで、もう、無課金にとってはマジで嬉しい。もう本当にね、あの、ヤムチャがね、あの、ヤムチャがいるだけでちょっとめちゃめちゃ複数なんですけど、大丈夫ですかね。いや、しょぼくない？いや、それ単発の演出なのよ。マジで。あ、ダブルピース。あ、いや、これ嫌ないからすんな、これ。この充電、非常に嫌ないからすんな。ドヤ顔ビジターやめて。ドヤ顔するんで。いや、待って、これやばいって、SDR しか出てないけど。いや、ひど。いや、グロ画像だな、お前。いや、これはちょっとやべえな。やばいって。早い、展開早いって。マジ出る気しない。いやー、マジで頼む。マジ、ちょっと、ピックアブれて。もう9枚のあぶれてるふりするもんかな。ピックアブれてくださいよ、もう。うわ、来たーかーたたたたトランクスとベジータっていう熱々のコンビ来ましたけどね。いやー、まあ、本当にピックアップの LR は、正直誰が出てもいいんですよ。ありがとう。でももう俺今回のキャンペーンガチの勝ち組なんだけど、フルバーフォーゴくん二突でさ、こいつも出るって。あ、パンちゃん、パンで出たった、すいません。マジで可愛いな。マジで、ちょっとこの可愛いで言うとトゲも可愛いっていう風に意味が含まれそうだけど、マジでやべえなお前。いや出ちゃったよ。でも本当にもう正直マジ絶対いるんだけど、もう絶対良すぎるんだけど本当にこれは絶対あれだってな、1ヶ月ぐらいに夏フェス始まるんで、もういいんですけど、最後はね行こうかなと思います。もう音楽の力をね、もう借りるしかないっしょ。マジで行くぜ。どこだ、あった。35秒ぐらいで始まるんで物語は。お父さん、お母さん、なんだっけガランシールの皆さん、今までありがとうございました。狙いはもちろんこのピックアップ30種いきます。ユニコーン頼む、マジで頼む。いくぞバラージェ、いくぞ。来た、ユニコーン頼む、マジで頼む、マジで頼む。フルベストお前の力を見せてくれ。できれば未来ご飯くす、未来ご飯がいいな。頼む、かっこいいから、ありがとう、マジでありがとう。それでもまだある、まだある、いけねえんだ、それでもまだある、まだある、いける、いける、ユニコーン、まだ、まだいいです、ダメだ、ダメ、これ終わり？いや、これ終わり？ああまあ、SR 結構出てるし、まあ、ありがとうございました、これは。はい、もう一応初ゲットなんでね。いや、引いてよかったかも、収穫終わった。はい、ということで、最後にね、前回の勝ち結果見てもらえば分かるんですけど、あのチケットガチャね、あの爆死チケットになったんで跡形もなくなる、跡形もなくね消え去ったんで交換しようかなと思います。
おおそこビート、そこれねめっちゃないよね。最初ゼロから始まると思ってプラスしたんだよね。これで親ギャリーさ毎回前間違えて2体交換しちゃったのよ。やったーやったー。はい、ということでまあちょっとね Z コンビこれ、ね、最後の切り札これイベントがクリアしやすくなると思うんで、いやーでもはい、ということでご視聴ありがとうございました。皆さんもねこのマイナスパワーを当てる、マイナスパワーをマイナスパワーをねこの集めるホーム画面にしたらねワンチャン出るかもしれないので、まあよかったらね遊び半分で皆さんも試してみてはいかがでしょうか、ということで、ね、はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。定期的に特化モデルの、ね、ガチャ動画だけ上げてるので、まあ、気に入ってくれればねよかったらチャンネル登録コメント高評価してくれると嬉しいです、ということでまたの動画で、アリーベデルチ、いや限界だ押すね。